今日は風呂に入った麦です。風呂上がり麦。うん。今から乾かそうね。震えてないね今日は。いつも震えたりするけど。慣れたかな風呂も。こんな顔がちっちゃい。おでこが黒いのがバレるな、これだと。いつもは毛で隠れてるけど、おでこの真ん中が黒い。麦麦、別人みたい。よし、乾かそう。乾きましたので、ブラッシングです。いなくなった。麦、おいで。はい、ブラッシングやります。ある程度乾いたね。これが大事、結構大事。ふわふわにさせるには。ちょっと耳の先っぽがまだ濡れてたね。まあいいか。どうした麦。はいはい、伏せ。はい、伏せ。ここがね大事な。結構ねこうやって引っかかるのね。よし。うん、ふわふわ。よし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 。耳の後ろ、ここポイント。ここがね固まりやすいんよ。えらいね。うん、毛並みが良くなってきた。こんな感じでブラッシングをしております。おでこの黒いのも消えました、無事に。こっちこっちこっち。待て待て待て、お座り。乾いたね。はい、ふっかふかになった。ご褒美おやつ。